はい、どうも、こんにちは。今回でまた、殺人探偵、ジャック・ザ・リッパー、続きからやっていこうかなと思います。前回は、ゲームどうこうよりもね、やっぱ新しいマイクにしたってことが 正直でかいんだけど、で、今回ちょっとまたね、位置を変えたから、わかんないけど、前なんかちょっと、一瞬さ、ちょくちょくなんか、あったじゃん。なんか、ちょっとこう、なんて言うんだろうな、ちょっと声が、なんていうの 専門用語わかんないけど、ちょっとこう、ズンズンってくる、なんかあったからさ、ちょっと今回また、ちょっとばかし変えたんだけど、やっていこうかなと。で、あらすじとしては、とりあえず3章始まって、マーサーとちょっと会話があって、あとは警察だね。グリーン・メイスンっていう秘密結社の存在と、警察の関わりが若干描かれたのかなっていう感じかな。続きからやっていこうか。6年前は動こうとした俺に先手を打つかのように対策を講じてきたが、有能じゃん。そこまで鈍い奴らではないだろうに。今回は何を企んでいる？何よ。また来た。あ、警視庁失礼しだ。ます、エドガー警部。警視庁じゃないやつか。グリーメイスの動向について考えを巡らせていたエドガーの意識は、入室した警察官によって現実に引き戻されることとなった。なんすか。エドガーはとっさに資料を机の引き出しに押し込み、応対を行う。あ、コピーしてるのバレちゃうからどうね。した？何かあったのか？お耳に入れておきたいことが。なんすか。警察官はエドガーに近づき耳打ちをする。立場上彼に対しての内密の話は珍しくなかった。ジェームズが？まだケーキは残っていたはずだが。誰ジェームズって。刑務所内での素行が良かったので、刑期を短縮して釈放することになった。誰よジェームズって。知らないそうよ。か、わかった。助かる。奴の刑務所内での評判は知っているが、都合よくこのタイミングで釈放されるなど、そんなことがあり得るだろうか。グリーンメイスンじゃん、絶対じゃあ。絶対じゃあグリーンメイスンじゃん。俺に対する牽制か、それとも挑発か。だがこれはチャンスでもある。うまくいけばグリーンメイスンが尻尾を現すかもしれん。ちょっとさ、もう隠したくないから言っちゃうけどさ、殺人探偵ジャック・ザ・リッパーのさ、公式ホームページにさ、各章のあらすじみたいなの書いてんのよ。なんか、そのストーリーっつって。各章のあらすじ見てさ、まあ今第3章なんだけど、第3章のとこ見ちゃったらさ、かつて、アーサーの母を殺した、誰々がって書いてあってさ、多分そいつジェームズなんだわ。書くなよ。そのさ、ホームページのあらすじに書くなよ。そんな早くゲーム終わってねえよ。まあいいや。しかし、エドガーは人員について振り返る。今彼が信用して動かすことができるのは、シャーロットとハリーの2人なのだが。シャーロットもハリーも今は捜査のために動いてもらわねばならん。まあまあ、そうだよな。他の警官はまだ動かせるかどうかは分かっていない。まあまあまあ。ならばここは、いや、何これ、私自身がみたいな。エドガーはとある人物の名前に思い至る。しかしすぐには話を切り出す気にはなれなかった。まあ、もしくはアーサーだろうな。しばらく逡巡するが、それでも彼は手早く処理をまとめ、外出の準備を始めた。メアリー、すまない。メアリー？メアリーっていなかったっけ、誰か。メアリー？母ちゃんかな、メアリーって。ジャック・ザ・リッパーについて知るか。陽気な BGM だな。探偵事務所のソファに座り、アーサーは本日のウォルターとの話を反芻していた。殺人の現場を目撃したことによって見え始めた、自分を殺人へ誘おうとし、時に体を操る厄介な存在。いつかアーサーが知らない情報を明らかにしたとはいえ、彼は未だに半信半疑の状態であった。本当に殺人鬼ジャック・ザ・リッパーなのか、そもそもジャック・ザ・リッパーとは何者なのか、それを知ることはアーサーにとっても悪い考えではないように思われた。さて、そろそろ質問のお時間かね、なんすか。探偵アーサー君。アーサーがジャックに質問ってことか。驚いたな。お前に聞いてまともな答えが返ってくるのか？まあまあ、でも割とまともだよ。おう、ジャック・ザ・リッパー先生に何でも聞きたいことを聞いてみな。気分次第では答えてやるぜ。おう。乗り気なのは
例のごとく暇だからか。まあそれもあるがな。いい加減同居人のことを知っておく必要があるだろう。俺もお前もな。確かに。とりあえずだ。殺人鬼ジャック・ザ・リッパー。はい。お前がやたらと甘いものを好むのは知ってる。覚えてもらってるとは光栄だね。それなら俺様ように甘い菓子を揃えてもらおうか。というのはまあ置いといてな。まあ置いといてね。一旦置こうか。一旦置いといて。お前さんは探偵だろ。こうビシッと確信をついた質問をしてみろよ。合格点を超えてたら俺について話してやるよ、うん。それ選択くるんじゃないの。確信ね。うん。だったら聞いておきたいことがある。お前は元刑事か探偵だったのか。お、いい線じゃない。でもへえ、なんでそう思ったんだ。お前の捜査技術についてだ。うん。例えばダリルの連続強盗殺人事件、お前は現場検証に慣れているかのような素振りを見せたろ。いやでもジャック・ザ・リッパーとしても殺人事件をいっぱい犯してたら慣れちゃうってのもあるからね。多分あれは殺人鬼というだけでは身につかない技能だ。まあまあ身につくやしないわ。殺人鬼になる前に、うん、何かしら捜査に関する技術を学んで身につけていた証拠だ。まあ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 、僕にいろいろ口出ししてくるのも元警察の関係者だったとすれば納得できる。うん。駆け出し相手に口を挟みたくなるんだろう。まあ性格的なものもあると思うけどな。アーサーじっとジャックの反応を待っていた。しかし彼の態度は相変わらずひょうひょうとしたものだった。さてどうだろうな。答えたくないんかい。もうこれもう絶対じゃ合ってるよ。アーサー、アーサー絶対合ってる。合ってる時大体多分こいつ答えないもん。なら答えはイエスなんだ。そう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 、言っただろう。気が向いたら答えるって。答えは保留だ。結局あぐらかされるんじゃないか。煮え切らない返答をはっきりさせるためにアーサーは追撃をかけるが、狙った通りの効果を得ることはできなかった。だがこいつが死んだのは処刑された2年前。仮に警官だったとするならもっと前。ハリーさんか、警部なら素性を知っている。だがこいつが死んだのは処刑された2年前。2年前、仮に警官だとするならもっと前。まあそうだよな。ならエドガー警部のことを知っているか。ああ当たり前だろう、うん、ロンドンの無法者の中じゃ有名人だぞあいつは。まあまあそりゃそうだよ、警察ってそういうもんだろ。そうじゃない、直接会ったことはないのか。エドガーと俺様が。うん、そうだ。2年以上前ジャック・ザ・リッパーが連続殺人鬼として名を馳せていた頃に。アーサーによるジャックへのインタビューは事務所への来客を知らせるノックによって打ち切られること となった。絶対絶対エドガー警部だと思う。ほら依頼人だぞ探偵。もうさっきの話的に絶対にエドガー警部でしょ。パパじゃん。言われなくても分かってる。はい、事務所の扉を開き依頼人を出迎える。通常であればアーサーはそこで営業スマイルを浮かべ来客を迎え入れているはずだった。しかし今回彼はそれができなかった。ただ驚愕の表情を浮かべて来訪者を凝視するだけだ。なぜなら相手は誰だろうな。いや誰だろうな、わかんねえな。でしょうね。優しいな。でしょうね。うん。いや以前の強盗事件の件以来か。てか警部コートの襟がすごいわ。コートの襟グニャーなってるじゃん。えぐいわコートの襟が。畳めよちょっとは。エドガー警部。お、噂をすればなんとやらってやつだな。ここを訪れるのは初めてだが、なかなか綺麗にしているじゃないか。ちょっと一人暮らしの部屋に来るパパやめてよ。一人暮らしの部屋に来て言う言葉じゃん親が。それやめてよ、親っぽいとこ見せんの。お茶を入れましょう。アーサーは普段通り振る舞おうとした。普段通り紅茶を入れ差し出し依頼内容を聞き出す。それは簡単なことのように思われた。もうブルブルでしょ、手ブルブルでしょ。だが普段であったなら茶葉を蒸らす間に依頼人と小話でも挟むところだが、今回は終始無言だった。
まあ、相当なんか親の、やっぱね、親子関係が良くない場合だとね、やっぱ無言になっちゃうよな。あ、出た。懐かしい味だな。全く変わっていない。6年は経っているはずなんだから。昔から家事してたんだ、割と。朝が紅茶の入れ方を忘れることなどあり得るはずがなかった。絶対母さんじゃん。絶対母さんが教えてんじゃん。ほら、なぜなら紅茶の入れ方は母から教わったものだからだ。彼が探偵事務所で使う茶器もまた母メアリーの愛用品を引き継いだものだ。形見の品と受け継がれた味。彼は紅茶とそれを楽しむ時間を亡くなった母と自分とをつなぐ最後の砦だと考えていた。今日は紅茶を飲みに来たわけではないでしょう。ご用件を伺いましょう。そうだな。本題に入ろう。お願いします。単刀直入に言う。はい。お前にはとある人物の監視、そこを調査を行ってほしい。はい。特定の人物の素行調査。探偵としてはそこまで珍しい依頼ではない。依頼人が警察官、しかもエドガーでなければの話だが。確認ですが、これはロンドン市民としての依頼です。うん。それとも警察官としての依頼ですか。まあ警察官じゃないの。警察官として。うん。ロンドン市警の捜査に関することだ。であれば警察で対応すべきではありませんか。一介の探偵に依頼することではないと思います。まあもう普通はね。以前も強盗殺人事件について調査している中、事件の捜査に市民が関わるべきではないとシャーロットから散々苦言を呈された。アーサーとしても言い分は正当であると判断していた。ましてエドガーがそのことを分かっていないはずもないだろう。少々事情が特殊でな。うん。まず対象者についてだが、氏名はジェームズ・ラスボーン。ラスボーン。ジェームズ、もしかしてあいつの。わかりやすく今反応したな。ジェームズ。あんだけ乗り気じゃなかったのに、その名前聞いたらすぐ反応すんじゃん。そうだ、あのジェームズだ。あ、来た。ジェームズ・ラスボーン。彼は6年前にアーサーの母メアリー・ヒュイットを殺害した殺人犯である。メアリーか。彼はすぐさま逮捕され、強盗殺人の罪で服役することになっていた。どうしてあいつは服役中のはずじゃ。本当だよ。やつは刑期を短縮して釈放されることになった。うん。俺も先日知ったよ。まさかそんなこと。フォローして、フォロー、パパ。いえ、だとするなら経緯はどうあれ円満に刑期を満了したということになりませんか。うん。なぜそこを調査が必要なんです。まあ、グリーンメイスンだよな。だからその話をする前に共有しておかなければならないことがある。はい。グリーンメイスンという組織、もちろん知ってるな。知ってます。うん、もちろん。悪い子をさらう緑ずきんなら英国のどんな子供でも知っていますよ。それが今回の件と何の関係があるんです。そんなにみんな聞かされてるんだな。ジェームズがグリーンメイスンの一員である可能性がある。本気で言ってるのかそれは。いやもう感情よ。びっくりした、俺今はっと思ったもん。今なんそんな冷静に喋ってるのにさ、グリーンメイスンって言ったらバーンってつってさ、もうやめてくれんかな。何考えてるんだあんたは。おそんな冗談を言うためにわざわざここに来たのか。悪趣味にも程がある。あ、だからやっぱグリーンメイスンってのはやっぱ基本的に本当おとぎ話じゃないけどさ、子供たちってか子供の時聞かされたね、架空組織ってイメージあるんだな、やっぱ。あいつはジェームズは母さんの仇なんだぞ。うん。あんたは母さんをバカにしてるのか。グリーンメイスンといえば英国中の誰でも知っているヨダ話、子供をさらうお化け、おとぎ話、眉唾者の秘密結社である。ジェームズがそのグリーンメイスンのメンバーだと。アーサーからすればエドガーが母の死をグリーンメイスンという笑い話で汚そうとしている。そう感じ怒りを覚えるのは無理もないことだった。しかしエドガーはアーサーからののしられても動じなかった。変わらず表情の読み取れない顔で彼を見つめている。これは至って真面目な話だ。うん。ハリーから聞いたが、以前お前も関わったサルフ福音教団の事件にも関係している。うん。あの教団に。
グリーン・メイソンと聞いてバカにするのは構わないが、もし話を聞く気がないならそう言ってくれ。この件はなかったことにしよう。お、いい詰め方するね。落ち着けよ相棒。どうやら悪ふざけでもねえようだ。話を聞くだけ聞くってのはどうだ。あー、選択っぽくない、選択っぽくない。これアーサー、またエドガーの態度から今日の話が悪ふざけの類でないことは察していた。あ、選択じゃないなこれ。加えてサルフ福音教団の件についてケンにも絡んでいると聞き、沸騰していた彼の頭が冷えてくる。いえ、まずは話を伺いましょう。幾分か冷静になったアーサーは未だ不服ではあるものの、エドガーの話を最後まで聞くことを決めた。エドガーからグリーンメイスンという組織の暗躍について現在掴んでいる情報を伝えられる。アーサーもグリーンメイスについては知っていた。しかしせいぜいが噂話やヨタ話程度であり、陰謀論などに出てくるような秘密組織、そんな認識だ。秘密結社が悪の犯罪組織が実在し、ロンドンで活動している。エドガーの話を最後まで聞いたところで、アーサーは素直にその話を信じることはできなかった。もしグリーンメイスンという名前が引っかかるのなら、ジェームズが犯罪組織の指示で動く可能性があるとだけ受け取ってもらえればいい。まあ、またなんかするかもしれないってことだよな。だからエドガーはアーサーの不服の色を読み取って、彼が納得できるような解釈を投げかけた。確かにグリーンメイソンという名前を意識から外せばエドガーの語る通りの暗記になる。そう考えればアーサーにも納得はできた。死刑の中の内通者を疑いたくはないが、用心すべきだ。この件は信用できる人間に動いてもらいたい。わかりました。ジェームス・ラスボーンの監視依頼受けましょう。受けますか。助かる。詳細については資料をまとめて渡す。ただくれぐれも内密に進めてほしい。まあでもアーサーは探偵としてね、そこら辺やってるからね、ちゃんと。わかっていますよエドガー警部。もしジェームズがグリーン・メイソンと接触した場合は警察に知らせてほしい。それじゃあな。無茶はするなよ、朝。はい。もうやめてくれんか、その急に近いんだよ、音が。急に音が大きいんだよ。朝はエドガーが退出した後、思わず目の前にある机を固めた拳で殴りつけていた。吹き上がりそうな自分の感情を抑え込むために。おいおい、八つ当たりはやめろよ。ティーカップが落ちて割れちまったらどうするつもりだ。紅茶も飲めなくなっちまうぞ。ジャックは冷静だな。分かってる。いつもならジャックの軽口でいいのかなに反応しているところだが、アーサーは無然とした表情でエドガーが置いていった資料を乱暴に引き寄せて開く。それらは警察側で掴んでいるジェームズの素行について関するものだった。ジェームズは6年前に殺人罪で逮捕。それ以前には窃盗や強盗、死体遺棄に関与していた可能性があるのか。これだけ余罪があるのに死刑にならない、どころかそこが良かったから釈放なんて確かにおかしい。まあ人殺してるからね。おい相棒。なんすか。何かしら強大な力を持った後ろ盾がいる。グリーンメイスンかどうかはともかく、そう考えるべきか。もうめっちゃ必死じゃん。やっぱ敵討ちになってるからめっちゃ必死じゃん。おいアーサー、無視すんな。なんだ。なんだじゃねえ。捜査資料は大事に扱え。んなバサバサしてたらチリ紙になっちまうぞ。この意見もでもあれだよね、ほんと警察じゃないけどさ、やっぱそういうの扱ってきたとも思えるよな。そんなことは分かってる。もう感情よ。もう俺も結構疲れてるからさ、やめてくれません、そういう感情の起伏激しいの。断ってもよかったんじゃねえのか。自分の母親の仇を監視するなんて冷静にできることじゃねえだろう。まあでもそうだよ、ね、そう言われたら感情的になってもしゃあないか。なんだ、心配でもしてくれてるのか。心配だね。俺とお前は一心同体なんだ。お前さんがとちって殺されでもしたら俺も一緒にあの世行きなんだからな。本当だよな。むしろお前は潔くあの世行け。いつもならそう軽口を返しているところだが、今のアーサーにはそんな余裕などなかった。まあ普通はこんな仕事を僕に任せようとはしないだろうね。普通に考えりゃそうだろうな。どんな野郎かは知らねえが、
お前さんの母親の仇だろ。まあそうっすね。秘密結社に内通者か。事情を考えるなら民間人の僕に任せようとするのはわからなくもないよ。警察官ができないというのならやる。ロンドンの平和のためだ。仕方がない。そうかい。だったらちゃんとしろ。外に出てからそんなみっともねえまですんじゃねえぞ。あ、もうすぐね、すぐ感情的になっておいっつって。名前なんだっけあいつ。あいつ名前なんだっけ。ジェームズか。ジェームズ。そんなことは分かってるよ。仕事に市場は禁物だ。分かってるさ。分かってるよ本当に。アーサーは自分に言い聞かせるようにつぶやく。しかしそれだけで気持ちを落ち着かせることができるほど彼は仕事に徹することはできそうになかった。何回分かった分かった言うつもりだお前はよ。本当だよな。疲れてきた。ごめん疲れてきてるんだわあ、出てくんじゃないジェームズ。エドガーから渡された資料を頭に叩き込んだアーサーはジェームズの素行調査を開始した。出所後のジェームズはテムズ川でのドブさらいスカベンジャーに仕事の当てを見つけたようだった。あ、よーし、いるじゃん。準備はいいな。今日は新人が入った。俺の古い連れだ。おい、自己紹介。ちょっと目弱そうだけどな。ただこのスカベンジャーの男もちゃんと顔はあるんだけどあれなのかな、ちゃんと いいキャラなのかな。あの、ジェームズ・ラスボーンです。弱い。よろしくお願いします。弱い。めちゃくちゃ弱いじゃんお前。びっくりした。舐めてんのかと思った今ふざけた声してんじゃねえと思った今普通にもっと大きい声で喋れよ。仕事は初めてじゃねえんだからな。ただあれなんだよな、ジェームズ気になるのがやっぱ全部グリーンなんだよなグリーンメイスと関わりあるか分かんないけど全部グリーンなんだよな。歯切れ悪く自己紹介を終えたジェームズの背中を大柄な男がからかうように叩く。周囲の男たちも和やかな様子に苦笑いを苦笑を漏らしていた。まあでもこれだけ見るとさ、まあ、ジェームズが二重人格説かあれだよね、二重人格かすごい誰かに命令されて仕方なくやったみたいな感じを思っちゃうな。まあいいえ、そんなわけだ、キリキリ働けよ。はい。はい。おい。はいだろ。びっくりした。俺も今一番の声出たわ。今日一番の声が出たわ、今。あ、来たね。ジェームズ・ラスボーン。隣にいるのは、スカベンジャーを取り仕切ってる、ニック・アンダーソンか。ああ、だから今度からその名前がつくのかな、あいつに。取り仕切ってるね。うん。耳障りのいい言葉だが。要は、みかじめ料をせしめてるんだろう。どうしよっかな、一旦終わろうかな。人員を取りまとめてるのは事実だ。上前を跳ねてるのも心づけってやつだな。それ自体は犯罪とまでは言えない。次。しかしまだ鍵かっこか。スカベンジャーか。危険な仕事についてるんだな。まあ確かに。どうしようかな。ここら辺じゃ一旦切ろうかな。まあ、こっから始められればまだなんかなんとかなりそうだから、じゃあここら辺じゃ一旦切るわ。じゃあ、あざした。